エプソムサルトっていうものがあって、その入浴剤めちゃくちゃ汗出るんですよ。オイコスっていうヨーグルトがあるんですけど、凍らすとめっちゃ美味しいんですよ。やってみてください。皆さんこんにちは、 TGI のなごみです。 TGI の影井ひなです。同じく TGI の加藤ひなたです。本日は TGC に来ております。ということで TGI のこの3人のメンバーで一問一答していきたいと思います。イエーイ。動画に入る前に TGI についてなんですけど、ここの3人と吉田あかりさん、そしてさやさんの5人で東京ガールズコレクションの公式インフルエンサーチームとして結成されたチームです。これからはいろんな新しいチャレンジをしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。お願いします。それでは早速一問一答に答えていきたいと思います。加藤ひなたです。なごみです。影井ひなです。大型です。 A 型です。 A 型です。155センチです。160センチです。158センチです。今日はルナソルの18番のリップと、あとガムのボトル、あとマスクの替えを持ってきました。私は財布と、あとシャネルさんの香水と、あと歯ブラシを持ってきました。私はあの携帯電話とモバイルバッテリーと、あと化粧ポーチを持ってきました。は、マイラーっていう曲なんですけど、はい、マイラーです。私は、この間 YouTube で歌わせていただいたラッドウィンプスさんのそっけないですね。はい、私は最近にじゆうさんの曲をたくさん聴いてます。好きな香りはディオール、ミスディオールの香水の香りがとっても好きです。私はシャネルさんのチャンスという香りが好きです。私は洗濯物の香りがすごい好きです。私はモーニング娘さんに入るのが夢でした。私は保育士さんです。私は漫画家とデザイナーです。は、エプソムサルトっていうものがあって、その入浴剤めちゃくちゃ汗出るんですよ。でそれに1時間使ったのと、あと自分の顔痩せマッサージをしました。はい、私はまあスキンケアをきっちりパックとかもしたり、あとは顔マッサージとかを徹底的にやってきました。私はもうあの緊張して寝れなくなっちゃうタイプなので、もうすぐに早めに寝ました。最近買ったファッションアイテムは、私トレーニングを動画で出してるんですけど、それのトレーニングウェアの秋バージョン、秋っぽいエンジカラーみたいなものを買いました。はい、私はなんか夏っぽい、全然自分らしくないんですけど、白いワンピースを買いました。私はアリックスのベルトを買いました。は、私はソワンワンちゃんっていう方とすごい仲がいいです。私はポテトカップルさんで、もう毎週遊んでます。私はちゆちゃんって言ってアイドルをやってる方がいるんですけど、その子といつも遊んでます。嫌いなものは干しぶどうとパクチーとゴキブリが嫌いです。私はキュウリと、あと何やろ、なんか暗いところと、あとなんか痛いことが嫌いです。私はもうあのお化け屋敷と怖い話と、あと心霊スポットは絶対嫌です。怖い系。2月に100万人突破したんですけど、その時に泣きました。おめでとうございます。私はなんか自分たちで YouTube でドラマを作ったんですけど、それが出来上がった時にそれ見てなんか泣きました。私はあの最近カジサックさんのプロポーズ企画っていうので、それを見てあの号泣しました。最近ハマっていることは、オイコスっていうヨーグルトがあるんですけど、いろんな味があるんですよ。でそれを凍らすとめっちゃ美味しいんですよ。やってみてください。なんかアイスになるんですけど、それを常にちゃんと凍らすのもハマってます。はい、私はなんか最近ヨギボーが家に届いて、もうヨギボーの上でゆっくりするのが好きです。私はもう常に家でゲームをやってます。憧れている人はヒカキンさんです。私ローラさんみたいなすごいかっこいいモデルさんに憧れてます。私は安藤サクラさんがすごい好きです。私の目標は200万人突破することです。私は100万人突破することです。たくさん筋トレして、あとはもう自分磨きを頑張って美しい体を作り上げることです。自分の体に入れたい鼻の穴がなくなることです。え、これあ、すごい。そう、これです。キーツ、なんやろ、
みたいながめっちゃ綺麗にできます。見たいです、見たいです。できるから見たい見たい。なんかこうやって、え、すごいすごい私はもう実はすっごい体が硬いことです。私チャンネル、ひなチャンネルでダイエットやボディメイク、そして美容について動画を上げてるんですけど、これからもっといろんな方に見てもらえるように頑張ってるので、よかったらチェックしてみてください。いつも見てくださってる方々ありがとうございます。私は、カップルチャンネルと個人チャンネルの方で美容とかファッションとかをいろんなジャンルで発信してるので、よかったら見てください。はい、私は普段 YouTube はやっておらず TikTok しかやってないんですけれども、でも今回 YouTube を皆さんと一緒にやるっていうのが初めてなので、頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いしますはい、ということでこれから TGI としてたくさん活動していくので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、この動画が良かったって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは本日は TGI のなごみと加藤ひなたと影井ひなでお送りしました。バイバーイ。